はい、オンサイトマネジメント事業部の橋本です。今日がですね、12月の26ということでですね、早いものでも今年ももうあとわずかになってます。先日ですね、この、動画の方で1年の方を振り返りさせていただいたので、今回ですね、そこまで振り返りとはもうあえてしないんですけれども、ちょっと今年最終日の営業ということだったんで、最後ちょっと動画の方でですね、皆様にちょっとご挨拶の方をさせていただければなと思っております。で、弊社の方は明日から、ちょっと社内教授は明日あるんですけれども、一応明日からお休みをいただくということで、一応4日までですね、お休みをいただいて5日から営業という形になってます。で、とはいえですね、私のいるオンサイトマネジメント事業部の方は会社自体は休んでますけれども、緊急の対応とかですね、そういった連携しながらですね、お客さんからのこういった対応に関しては、基本的には、年末年始も含めてですね、対応させていただくことにもなってますし、私自身も何かありましたら連絡対応の方はするような形になっております。ですので、お子様におかれましては、ちょっと年末年始大丈夫かなというのはあるかと思うんですけど、その辺とかご安心いただけたらなと思います。で、ただちょっと私自身がちょっと今心配してますのがですね、ちょっと明日から明後日からですかね、大寒波が結構また来るということで、ちょっと雪とかですね、そういったこととか凍結とか、ちょっとそういった部分がちょっと心配しているところもあるんですけれども、天気の方がちょっと崩れるということで、ちょっとその点だけはちょっと年末ちょっと不安だなと今思っております。そういったことでですね、年内もちょっと不安な部分とかいろいろ、すいません、私心配性なんで、ちょっとこういった形でお話しさせてはいただいてるんですけど、何事も 年末にしないような形で過ごせればなと思っております。本当にちょっと最後のちょっと今回動画ということで、今年1年ですね、ちょっと先日お話しさせていただいて、ちょっといろんな私どもオンサイトマネジメント事業部自体は対応の方ですね、させていただいて、いろんな話とかもさせてはいただいたんですけれども、なんとか無事終わることができましてですね、あと何か残ってるんですけど終わるだろうと思ってはいるんですけれども、本当にどうもありがとうございました。また、来年度もですね、ちょっとまだまだちょっと私どもの方を突き詰めないといけないサービスとかまだまだあるかと思いますので、ちょっと引き続きですね、まだ来年度も皆様の、ためになるようなですね、仕事の方をちょっと頑張ってやりたいと思っておりますので、また引き続きですね、応援等ですねお願いできましたらと思います。また来年ですね、また元気な、感じでですね、またこういった動画でご挨拶できればと思っておりますので、また今後とも引き続きよろしくお願いいたします。どうも、今年はありがとうございました。